北海道北東北の縄文遺跡群が世界文化遺産に登録されたことを心から嬉しく思います。コーチとなって以来12年もの長い間、多くの皆さんが待ち望んでいたことと思います。本当におめでとうございます。北海道、青森県、岩手県、秋田県、地元市町村、専門家、関係団体をはじめ多くの皆さんの個人力に深く感謝申し上げます。そして貴重な遺跡を守ってこられた関係者の皆様に心から敬意を表します。農耕が始まる前にもかかわらず、人々が定住し大規模な集落で生活を営み、祭祀が行われていた1万年以上の長期間にわたって続いた世界的にも極めて珍しい生活の痕跡がこの縄文遺跡群には残っています。貝塚、ストーンサークル、周堤墓など多岐にわたる遺跡は、我々のルーツでもある縄文時代の豊かな文化を今に伝えています。関係者の皆さんと一緒になって、世界的に価値ある遺跡群の魅力をこれからもしっかりと守って、次世代に引き継いでいき、世界に向けてその魅力を発信していきたいと思います。